おはようございます。今日、12月1日、日曜日、天気の方はね晴れで、今日は昨日と同じくね、北名古屋市の、片場っていうんですかね、方向の方に場所の場、のところに来ています。はい、というわけで今はね、ローソン、で一応喋ってますけどね。はい、そんなんで昨日今日とね同じ現場での、お仕事になります。外でのお仕事なんでね、まあ朝と夕方ねちょっと、寒くてね、まあ着込んでやっていますけどね。はい、そんなんでね昨日はね2点ほどね、面白いね興味のあるね、店を発見しました。まあ1点目が何て言うかな、まあちょっとね見た感じは何て言うかな、謎のね、建物だったんですけどね、まあ Google の方でね調べたらね、はい、美容院ということが分かりました。そうなんでね、美容院にしては、今まで見た美容院のイメージとはちょっと違ったね、またすごい、なんていうの、建物がね結構凝っていて、まあリゾート風のなんか建物みたいな、まあホテルみたいな感じのかな、そんな感じを受けました。はい、それともう一点のお店はまあ焼肉屋さんなんですけど、まあですね、ターザンというね焼肉屋さんで、まあこの辺、この店もねちょっとね、店の作りっていうかね、入り口付近が結構ね、まあ正面から見たところはね、まあ、凝った作りになっていました。で、まあ、入り口付近、まあまあ柵みたいな形で入り口があって、前正面からまあターザンの絵がね描かれていてね、まあ、結構興味がある、焼肉屋さんです。はい、そんなとこですね。今日はこの辺で、じゃあ失礼します。ご視聴ありがとうございました。